ジャパンラジオネットワーク、ジャパンラジオネットワーク、ジャパンラジオネットワークは、TBS ラジオを機関局とする日本の民間放送ラジオネットワークである。一般的には略称の JRN、JRN が使われる。1965年5月2日発足。加盟局は34局、内訳は後述。2019年4月現在内訳は、単独加盟局4局。 クロスネット局30局、AM 単 A5 局、RFCTBSRCBCR、ABCRWBS、ラテ県 A29 局となっている。JRN は、AM 単 A 局及びシングルネット局、JRN 単独局が NRN より少なく、ほとんどが、ラテ県営局、及び NRN とのクロスネット局により構成されている。 JRN 単独局は TBSCBC、RKBRBC の4局のみ。また、TBSCBCABC 以外の JRN 機関局イコール HBCTBC、MBSRCCRKB はラテ県営であり、併設 TV がすべて JNN、系列イコール JNN 機関局である。この表は、日本民間放送連盟公式サイト、 会員者ページの表記に順じて記載している。NBC ラジオ佐賀を除く全曲で、ラジコ .jp 配信を実施。ローカルセールス枠は、関西地区においては放送されることは、基本的になく、ネットワークセールス番組、ネットスポンサーがついている番組、クロネット番組ともいう、においては、関西地区については CM のみネットして、 番組自体は放送していない場合がある。なお、報道番組の場合は MBS が制作協力をしており、有事の際には、報道特別番組編成のためにネットすることになっている。ただし、番組によっては、JRN 記載がないものも存在する。クロスネットの大阪地区において、丸印、MBS ラジオで放送。in、ABC ラジオで放送。 無印は原則放送されず、TBS 系列各局では、絆プロジェクトと題した、震災復興支援活動を展開しており、被災地へ送る、義援金、救援物資、携帯ラジオ受信機を随時受け付けるとともに、各自社制作ワイド番組内では被災者への復興応援メッセージや、被災地の情報を紹介している。大災害発生時や、 国政選挙時は JRN 報道特番が放送されている関西地区は MBS 経由。なお民放 AM が一局のみの地区では JRN 報道特番が優先ネットされる関係上 NRN 全国ニュース番組は非ネットとするか一定時間ごとに NRN との乗り換えをする。なお、ハワイのクズは JRN 加盟局ではないが一部の tbs ラジオ制作番組をネットしている。ブロックネット番組のうち、北海道、関東地方、中京圏、福岡県、沖縄県以外は、NRN とのクロスネット、特殊例で、大阪府のクロスネットが2曲ある、近畿地方を含むであるため、特に、東北地方、北陸地方、中国、四国地方のみを対象としたものは、実質、NRN ブロックネットとも取れる。 テレビ放送前世となった1960年代、半ば民放ラジオ界は危機的状況に追い込まれていた。こうした中、テレビのネットワーク制作で成功を収めた TBS は次に LINE ネットを用いたラジオのニュースネットワーク、言い換えればラジオ版 JNN を構築すべく準備を進めていた。そしてニュース番組のみならず、一般の番組も東京の TBS ラジオで制作し、 地方局へ配給。地方局がこれらの番組を販売することで、営業力の強化を図り、業績を向上させ、同時に TBS ラジオへ制作費も回収させようと、いった、一石二鳥も三鳥も狙った構想を背景にこの、ネットワークは生まれた。とりあえず、1964年に試験的に同じ、意思を持った、というよりも、同じ毎日新聞社資本系統の TBS ラジオ、 毎日放送、RKB 毎日放送の3曲で、午後枠のワイドショー、オーナーのネットワークを開始して、事実上 JRN は幕を開ける。直ちに、山陽放送、東北放送、静岡放送、新潟放送等が反応を示し、JRN 正式発足までに、この番組のネットワークは拡大。手応えを感じた TBS ラジオは、 翌年一気に JRN の正式発足にまで持ち込んでいくのだが、当初同一新聞資本の3局で開始したところに、本来は完全なニュースネットワークを施行していた TBS ラジオ、本音が垣いま見える。文化放送、QR 及び日本放送、LF はこの動きを察知。TBS ラジオが自ら番組配給機構と位置づけ、地方局の営業力強化を狙った。 理想主義の JRN を立ち上げたのに対し、キー局がナショナルスポンサーを開拓することに主眼を置いたネットワークセールス主体の現実主義的な NRN を旗上げした。多くの放送局は、この TBS ラジオの掲げる理想と文化放送と日本放送の掲げる現実を両方を受け入れ、双方のネットワークに同時加盟することになった。 選択肢は多い方が良いということか、理想と現実といった一見賞反する両陣営に同時加盟したつぼねが大半だった事実や TBS ラジオが JNN と異なり、クロスネットと NRN シングルネット局や立局との間の番組販売や番組購入を容認し、なおかつ TBS ラジオ自身が番組販売や購入を実行したことにこそ、 当時の民放ラジオ局が置かれた危機的状況が伺える。テレビと違い、ラジオは一県または複数県で一局の地域が多い事実も影響を与えた。また、MBS と ABC は共に QRLF とも関係が深かったため、後述、この時に NRN にも同時加盟した。なお、1979年に TBS ラジオが、 巨人公楽園船の独占中継権を持っていた、ラジオ関東からの中継権交流に成功したことから、発足時点で NRN 単独加盟局だった北日本放送、和歌山放送、山口放送の3局は JRN に追加加盟している。また、発足時点では、林県放送局との関係から、北陸放送や山陽放送は、 JRN のみの加盟だったが、深夜放送前世になると、人気深夜、番組、実質的には、オールナイト日本のネットを確保することを目的に、NRN にも加盟した。これと同じ理由で、1997年に、瀬戸内地方広域圏の位置づけで、NRN のみ加盟だった西日本放送が、新たに JRN に加盟した。 大阪府で毎日放送と朝日放送の両方が加盟している背景には両方とも TBS ラジオの開局以来関係が深かったことによる TBS ラジオの前身であるラジオ東京はもともと読売新聞系の読売放送朝日新聞系の朝日放送毎日新聞系のラジオ日本と電通系の東京放送が合併する形で設立されたため 同梱とも言える ABC は早期から特定の時間にラジオ東京とインを結んで同時ネットを行っていた。MBS もまた毎日新聞を背景としたつながり、ラジオ東京の新聞勢力は毎日が強かったや、MBS の主要時間を電通が扱っていたことなどから番組の共同制作ネットを受けを行っていた。また、MBS は文化放送、 当時は日本文化放送協会と番組の共同制作を多く行い、日本放送とはフルスポーツネットワークなどを通じて交流を深めていった。一方の ABC もまた文化放送や日本放送との交流を深め、ABC ラジオの看板番組だった、蝶長、有事の夫婦全在等は日本放送で放送されていた。このため、両局は発足当初から、 JRNNRN 両方とも加盟している。JRN 発足記念番組は2時間の、うち前半を MBS が、後半を ABC が分け合って、ネット受けを行った。JRN 発足時、TBS のテレビネットワークである JNBN には、旧大阪テレビ放送を合併、継承した ABC が加盟していたが、1975年の超年展解消を機に、 MBS へと変わった。しかし機関局である TBS は、戦術の理由で、テレビのネットワーク、ネットチェンジは、ラジオと関係ない、ラジオ部門には影響しないとして、今日まで ABC ともラジオのネット関係を続けていい。ただし、報道、ニュース番組については、JNN ハイタ協定の解釈上テレビのニュース系列として、JNN を選択したつぼねは、 ラジオ部門も含めた局全体が協定の拘束を受けるとされており、JNN 加盟局1975年3月30日までは、ABC 超年展解消以降の同年3月31日以後は、MBS に優先権がある。超年展解消後の ABC では、ニュース以外の一般番組だけがネットされる傾向がある。1995年の阪神。 淡路大震災発生当時、MBS は TBS からのネット番組を放送していた影響で、地震発生時の初動体制が遅れた影響を教訓として、1998年4月度の改編以後、段階を追って、早朝、深夜のワイド番組を自社制作、早朝番組の一部は、スポンサーの CM だけをネットする企画ネット番組に順次と扱いに移行して、 JRN 共通ネット番組の同時放送を縮小終了さるようになった。ただし2010年代に一時期 JRN 共通ネット番組の同時ネットを再開した事例がある。現在 ABC で放送されているニュース、ABC ニュースなどは100%実写制作であり、全国ニュース番組は JRNNRN どもに CM も含めネットしない。 また、プロ野球中継も、ABC と MBS が共に、NRN とのクロスネットであるため、曜日を分担して、相互ネットを行うが、2010年度から、TBS ラジオ発の土、非 JRN ナイターが放送されなくなった、NRN 継続。その関係で、JRN 単独加盟で、プロ野球球団がある地域の HBC、CBC、RKB に配慮して、 その地域に関係する球団、日本ハム、中日、ソフトバンクのナイターの試合について、LF、MBS ラインを使って、相互中継する事例がある。デーゲームは試合日により、ABC との相互中継になる場合もある。MBS、ABC の両局では、開局時から激しい聴取率競争を繰り広げているため、共に、自社制作番組の割合が、極めて高い。このため、 野球中継以外の JRN ラインネット、同時ネット性放送番組が、和歌山県を除いた関西地域で放送されることは、少ない。ネットワークセールス番組であっても、本編を放送せずに CM のみ、ネット受けとなるケースも多い。なお RKB は、同じ、毎日新聞系列の MBS と、資本関係にある、MBS 及び、 毎日新聞が RKB の筆頭株主であることから RKB 制作の JRN 全国ネット番組は関西地区では MBS 経由となる場合がほとんどある。ただし野球中継については RKB 制作の中継カードが MBS 経由で流れるのは月、金のみでその他曜日、日、水、日、土、日は ABC 経由で放送されている土日の場合 どちらかがナイトゲームとなる週は MBS 経由。なお近年はラジオ大阪、OBC が在阪 AM3 局で唯一 JRN 非加盟ながら TBS ラジオ制作の番組を番組販売扱いでネットしており、生島博司のおはよう一直線など逆に OBC 制作の番組が TBS ラジオにネットされたりしている。ライン喪失に関して JRN は NRN とは違って、機関局のほか、大阪に TBS ラジオ、大阪なぎわ局が存在し、そこでラインを分岐する MBS と ABC 等への創出選択のため。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。